ました。全員無罪の判決が下されました。もう怒りに耐えません。すいません。もうとてもなんか憤りを感じました。私たちがこれまできちんと訴えてきたことを何一つ加味することなく本当に葬り去ったなという気がしています。こんな原発事故を起こした責任は必ず取らせなくてはなりません。正義のない判決は許されません。